違いますからね。そう、残機戦はやっぱし特殊だから残機戦はうまいなと思こうもちろん思ってるけど、他のキャラとの試合だったらもっとうまいとかさ、やっぱいろいろあると思うしさ、俺もそこまでわかんないから。対戦にいるキャラクターはいっぱい見てますけど、うん、家庭用いろんなキャラいるんで、うん、あそうだね、確かにアーケードにいないキャラなんですけど、早速フェイロン、これ一人目フェイロン無理ですわちょっと初めから違う、フェイロンきついって言ってたんだよね、さっきね。フェイロン無理ですわ。でも結構対戦にいるフェイロンには負けないですよね。あ、そうなんだ、うん、へー、まあ、某弟子のフェイロンの頭も、あー、某弟子、某弟子の、それ何の弟子だったっけ。いや、まあ、どうかって言っちゃう、某弟子のフェイロンのにそういうさ、言い方するぞ、マジでいいけどさあまり弱さ家庭をやったことないんですよね。ああ、そうみたいな。まあ、とりあえずね、あの、馴染んでね。馴染む感じで。別に、リラックスしながらやってもらって、全然いいと思うんで。足回りはかなり硬いですね、自分の中で。おぉ、いいっすね。あどこを、どこを食えばいいのか。確かに、100点か。100点ですね。限定のしようがないよね、これね。ああ何なの？いやなんかマイク乗ったら乗ったらダメでしょ。いやセックスって大丈夫ですよ、ね、今大丈夫ですよ。余裕っすね。余裕大丈夫っす。余裕はセックスはあれテイクのニコニコのランキングとか結構ヨーナさん使ってんの見ますけど、上からマイク、テイクシックス、そう、あそうやね。あ、俺はいいよ。画面端だったらコンボ入るもんね。だってあのウルコンボ入るじゃん。画面中央でも入るじゃん。画面端なくても入るの？そうなの？お、そこ、あーこれ。何をしてもあれキャラゲーですか。これテイク中央からウルコンにとか入ったキャラゲー中央で中央です。あキャラゲーで中央キャラゲーで入んの。ザンギ入る。あ、わかんない。わかんないって感じ。わかんないって感じ。キュッサわかんない。わかんない。わかってない。言わないパターンって言わない。わかってない。いや、それはないよ。そんなね、悪だことある。メガネみたいなことしないから大丈夫だよ。超高青年だから、ヨーナス・ジュリは。ヨーナス・ジュリも体勢ではね、負けが込むと。いやいや、いい、もうゆっくり。いいのな、出るかなって。頼む。ヨーナスさん、カメラちょっとだけ下に。いいよ、そこはもう適当で。胸元しか映ってないの。確かにジュリの手元は特殊だからね。これカメラのやつどうですか。何が何がどう映ってるか分かんないから。向こうで30分笑ってるよ。皆さん静寂じゃないですか。大丈夫ですか。静寂っていうかなんかマイク音割れとか言われてるけど声がでかいってことですかね。中央マイクがあるのにマイク立てるか。そうなのかな。どうしよう。じゃあじゃあマイク外してみて。あ、確かに顔映ってない。手元映った顔映ってない。よくわからないんだけど。じゃあ風の前にちょっと調整してあげて。これ今何映ってたって話してもらえます。いやプレイ中だからな。この試合だけちょっと頑張る。何映してないですか。口元ね。口元結構セクシーでドラゴンでいいかもしれないね。一番面白いと思う。ちょっとジュリが渡るやつがちょっとうちらにいないんで、ちょっとこれ難しいですね。まあ、でも、じゃあ憶測でさ、語ってこうよ。顔を映すのか、手を映すのか、どっちみたいな。これはルーファス？ルーファスってどうなんですか？いや、きついんじゃない。いや、ジュリが有利です。あ、本当に。へぇジュリが有利。あの、空中反応が結構いって、水分とか行く感じと死者は今、集中してる。死者は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 。まあ、弾が通用するのかしないのかとかで変わっちゃうんですかね。なんか強そうだよね。 PP4000 とかじゃない？だって。そうですね。大吉さん、大吉さんじゃ島なんじゃない。あ、そうなの。え、強かったね。まあ、物が入ってきますね。確かに結構襲いかかってくるからね。そうですね。もうちょっとしたらね。
みんなやってみたかったでしょうね、スティーブ・ジルは。これ俺ルーファス有利に見えるんだけどな。俺もちょっと一見思いますね。どの辺が有利なのかとかちょっと聞きたいですけどね。張り付かれたらきつくない？しかも近づかれるの結構簡単そうだしさ。いや、そんなことないですよ。今のはちょっと俺がダメだった。まあまあまあ、今のはいいとしてるんで、自覚はしないと。そうですね、見習いたいですね。近づいても結構見習いたいね。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 はぁはぁはぁ。何か言った？近代パンで上がったり。あー、だから、まあ、多分ジュリが言うよ。多分ジュリが言うよ。いいっすね。あ、カメラ、カメラ。あ、そう、カメラか。これ、ヨーダシ君の手玉としか映ってない。あ、セクシーな感じ。セクシー配信。あ、もうちょい、もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい。OK。これ限界？限界？いや、もういいでしょ。あ、限界かな？限界限界。カズノコのセンスが、センスが問われるからね。なんすか？カメラちゃんでやってくださいよ。言うだけだからな。カズノコのセンスに任せたから、ここは。あ、そうなんですか。じゃあ、手元落ちてる。手元落ちてる。顔落ちてる。どれ？じゃあ、どれが落ちたか。ちょっとわかんない。確かに、ドヤ顔してもらって大丈夫ですね。ドヤ顔はいつでも。ドヤ顔した時にはちょっとあの、顔下げてもらえれば。顔下げてドヤ顔を。あ、出てきて。あ、これは、これ、若干つてる。若干つてる。あげるか？あげるか。4時間前。お疲れっすね。カンドロー。今日、7時間しますね。カンドローは結構ぶっぱれてる。この人ですね。でもあれでしょ、だって COD 側としても拡張ないんじゃない？あ、マイクパン。確かに一番あ、チューパン。でもニャーチューパンそれから負けたんですね。今年一番みんなバキバキされて美味しいですね。だから空中ヒットになるんで、中継でもやるけど。あ、そうなんだ。あの、浮くやつね。これはでも15人か20人くらい。あー、ちょっとこれは。あれ、ウルコン入んだよね、確かに。あ、強いじゃないの。素直に当たるよね。素手で倒した。下結構ね、当たるんだね。結構当たるよね。玉打ちもやってないっつって下打って当たったんですよ。正義リーって。あの近距離の蹴りとか、なんか空中ハンドやったりとか、なんか、ああ、そうだね。投げ抜きやるのかな。いや、空中なんすか。投げ抜きやる。空中でしょ。空中は、空中だと思うよ。空中なんだ。しかも強くなったんだっけ、あれ。バーニングみたいなこと。あ、強かったっけ。ああ。あ、強いよ、俺。あるよ。今日は、まだこのバッチンボがやっぱ繋がってないですかね。チーフを、そうだね、なんかミスを言って。チーフが一番、2番目。いいね、便利で。ゲージジュリって結構溜まるんですね。溜まる、いや溜まる溜まる。ガンガン溜まるよ。どうだったやつやばいっすよ。ああ、溜まる溜まる。マジで。マジで。ポコクより溜まらない。ああ、そうなんですか。一番回転率いいじゃん、だってもうほーらほーらほーらみたいな。さ。お、反応良さそう。いや、今グラつぶしですかね。マジで芝生に対してちょっとちゃんと上と下の見分けましたね。ちょっと教えた一回。おー、やってくる。上下、上下、なんか上下、今チームの人が得意にするのラグないですね、なんか。そう、逆にラグがないんだよね。あ、あ、すいません。いい方向に。あ、こんにちは。こんにちは。あ、すごい人いっぱいいる。そう、体重で上がるのね。だから、使ってください。コンボ繋がらない。まあ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 。最初は慣れれば、慣れれば。お荷物が。もう何気に難しい。すごいよね。いや、難しくはないけど、なんか猶予はあるんだよね、結構ね。ラグがなさすぎて逆に繋がらない。そうだね。人によるしね。プレッシャーも。ラグがある人もいるから。そう、ラグがない人もいれば、ラグがある人もいる。コメントも見たい。コメント気にしちゃうで、それと。これなんか、こっちにどこかいましたよ。何が？こっちの画面に。ああ、できんじゃない。まあ、コメントは、コメントはじゃあ。どうするんですか。ああ。おいお家さんからお土産をいただきました。あ、ありがとうございます。お土産？お家さんから。こんな映していいの？え、ダメか？わかんない。ポッキーの写真。じゃあ、みんなで食べようよ。確かに。ああ。これ。
あ、でもグリコすごい。ジャイアントボッケ。グリコの宣伝しておきます。ああ、宣伝。グリコを食べると体重が出るからそう。ああ、体重出やすくなるから、ね。出やすくなる。いい加減だなこれ。あんま言わない方がいいかも、むしろ。真面目に。ああ。だから近畿地区限定の宇治抹茶ポッキーね、俺。あ、もう一個あるじゃない。すまん。対戦に段いたりしないの？じゃあ、あんまりいないと。さすがにいないんだ。さすがにいないです。神奈川とかにいるのかな、確か。堀の浅間さんが来て。おお。抜きさんのためのスティックオーダーさん。おお。ちょっとください。大抜きスティック。大抜きスティック。わざわざ静岡から。すげえ。どんだけ大抜き偉大なんですかこれ。ちょっと見たいですよそれどうなってるか。見ましょうよ。なんかそのスティックだと思う。あ、でもなんかちょっと封がしてあるから。じゃあ開けんなら申し訳ない。ヨーラシクの報酬書。確かに。確かに。確かに。大抜き。堀様から。堀様から。さ、これ。大抜きにスティックが支給されたときに。ああ、マジで。でもなんかさっきちょっとストフォーもやりたいみたいなツイートがあったんですよ、大抜きから。だからちょっとね、やってもらいたいじゃないですか。確かに。今後も楽しみですね。みんなが期待してるし、あ、みんなが待ってます。やってもいいよって言うんだよ。あ、わー、ちょっと前これマルティンじゃねえか。ふざけんなよ、これ。だからファイオーと思ったら、いや、やってほしいですけどね。そこが盛り上がるから。そうですね。これうまくない。うまくない。いや、うまいなと思って。あれ、お土産落としたもしかして。お土産落とした。え、ゴミ箱探してんの。そうだよ。これゴミはしっかりね。日本には3秒ルールともがあるんだよ。ゴミはしっかりね。ちゃんと。いや、しかし人がすごいですね、今日は。ね、人工密それね。大丈夫なんですか、うちらここにいて。ゴミ箱なんだけど。なんかあったら。もう、甘えてますね。今、洋梨さんに。なんか、手紙の。そらっと、ちょっとなったんで、みんなバンバン、洋梨さんに質問を。するといいと思う。で、まあそれで閉まって。ジュリが入ってきましたよ。いや、このポッキーのね、壊れやすいところもまだいい。あれ、いっさりね。あの、そっちあんじゃねえか、お前。滑る、こっち滑るじゃん。このタブが、すごく一緒にするよ。はいはい。よいしょ。隣にね。デザインのチャットが見える人くんで。はいはいはい。まあ定期的にこっちのタブを開くと。はいはい。なるほど。プレゼントですか。じゃあ。手なんで。あ、了解です。あとは信じて任せます。なんかあったらじゃあ呼んでください。はい、呼びます。あ、いいんですか、こんな使わせてもらっちゃってる感じですけど。というわけで。なんかみんな出かけてきたのになんか。でも全然あの適当に全部ケスケさんが悪いんで。悪いんですね。だからダメな感じだったから。いや、今みんなあの、ケスケさんの悪口話し合ってる。あ、悪いなぁ。あいつどうするんだよ。アンケートかなんか、あ、そうそう。ほとんどないな。ズリ同キャラとか。なかなか見れない、ヨナシさんのジュリを。そうっすね。ヨナシさん、ジュリ同キャラは結構うまいっすよね。結構うまいとか言って。ああ、かなり勝ってました。結構うまいとか言ってました。うるさい、言ったらさ、もう違う違う違う、なんだろ、もう違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 う、普通に喋れるの。間違えた。もうめちゃくちゃうまいっていう言い方するか。そう、めちゃくちゃうまいって言おうと思ったら微妙な言い方するかさ。結構うまい、結構うまい、言ってちゃちゃんと褒めて、そこはみんな気が付いてた。いいですね、本当に。いやいや、ビップゲストですね。それがお客さんなんだ。みんなゲスト。あ、どうぞどうぞ。ほら、カズノコさんが。あれも素晴らしいですね。あのカズノコさん見てください。どういうこと？お世話になるも。じゃあちょっと自己紹介。自己紹介。また改めて。ああ。お世話になっております。世界チアプリ A です。いつも大変お世話になっています。ということで、A さん。A です。あ、A さん。A さんです。いつも本当に今年も一年間。もうスタッフもまだ。何も殴がなさすぎて逆に。そうなんだ、真面目ですね。真面目ですよ。真面目なのは今もういいです。いやいやいや、持ってるその頭の中埋まってるやつ。
友達の意見をもらって、あ、俺もそうだな、そんなんで、繋がんない。この時期はね、もう忘年会系ですからね、もう何でもゲームみたいな。いや、でも OK ですよ。なんかわけわかんないゲームいっぱいありますね。いやいや、もらえまあ確かに、まあ酔っ払えるぐらいがちょうどいいからね。なんかこう来年の抱負とかありますか？来年はですね、昨日発売のファミ通さんを見てくださった方はもうちょっと気が付いてもらえるんですけど、さらに戦うような人生がですね、待ってます。これゲームで戦うようなっていうのは、戦う、まあ全部ですね、戦ってるのはどういうこと考えてるのかな。しゃべりやったりとかしてるんですけど、いろんな場所で見たされる機会があるかと思いますので、なるほど。ファミ通見たりする。最高だな。ファミ通がないですね。あ、なぜスターを思う。前見たら売り切るって。あ、売り切るですよ。ファミ通。あんま乱入。ね、全然変わってます。今回今週このファミ通にはプレゼントをちょっと今やってますので、ファミ通さん買っていただいて、応募していただければ。なるほど。ガバスみたいな。ガバス的な、要は年末、年始のなんか特集とかだったので、いろんなメーカーさんが多くて、ないよ。よくあれなんですよ。家庭用のコモルは4個ぐらい欲しいので、ああ、そうか。実は、まあ、手元にあるんですけど、あと3冊買うかどうかで迷ってて、ただ、売ってないというところなので、皆さん、ぜひ見つけたらですね、ぜひ、探していただければと思います。ですよね。なるほど。例えばなんか今年、うわ今のうまいんだろうな。今年、ざっくりとしたお話したはどうですかね。でも今のって、今年本当に、まず中足を当てた今まで使いたかったような露出の仕方をさせてもらって、それ A さんがですね。違うんですよ。はいはいはい。あまりこう表に出てなかった部分をちょっといろいろ変えてみて、表に出てきていろんな人からご意見いただいたりとかで、いろいろ次につなげられるような早速も動きしたりとかするんですけど、はい、そういったのあ本当に実りのある1年でしたし、次につなげられるようになったので、いろいろ、まあ、スティックが、ね、欲しい時期に手に入れなかった方々には大変申し訳ないんですけれども、昨日は昨日までか、僕もですね、ちょっと出荷のことずっと言ってて、はははで、遠くからいろいろテレビ見たりとか、テレビ配信見たりとかしてて、工場に行ってたんですか？物流センターですね、静岡にあるんですけど、ここでずっと、あれ出して、これ出してとか、積んだりとかっていうところや、今、ちらっと見たら、なんか、買いましたっていうコメントもちらっとあったんですけど、そういったスティックも、やら、ペイが出荷してきたと。ちょっと少し戻ってきて、まあ、タイミングが決まったんですけど、まだ頑張ってきてますので、いやいやいや、そんなことはないな。なんかコメントがしっかりしてます。ポリストはポリストなんですね。ああ、そうなんだ。あそこもごめんなさい、ちょっと今は全然手に入らないんですけどね、春にかけてちょっと思いっきりまた今回サービスとかをいろいろ買ってきますので、ああ、はいはいはい、結構手に入りやすくなる期間も増えるんじゃないかな。なるほど。来年は結構格闘ゲーム出るじゃないですか。出ますね。入りますね。あと、そうですよね。いや、あいつら強いからな。ペルソナって家庭は出るんですよね。そうですね。なんかもう、発売が決まって。あいつら強いからな。夏ごろとかで書かれてます。その前にもアーケードも出ます。そうですよね。いろんな方もプレイされる。ああ、なんか。どうですか、伊沢さん。いや、結構いろいろやろうと思ってて、とりあえずキャリバーが2月2日に出るっていうことで、それで、なんだっけ、その要は、ちょっとキャリバーちょっとやってみようかな、まあ、そのバーチャーさんなんで、で、結構バーチャー近いですよ、多分、バーチャーキャリバーが。で、なんかゲージとかもあるらしくて、そうですね、ゲージが多分ありますね。3D ゲームでね、ゲージがあるってことでね、ちょっとそういうところもね、ゲージさんわかんのか、ちょっと楽しみにして、ちょっとやってみようかなっていうところで。あ、いいか、大丈夫。あ、それ使えずに使えないかな。ヨナスさんの声聞こえると思うよ。ヨナス、じゃあインタビュー形式でさ、こうやってやってもいいしさ。あ、まあちょっと、結構なんか
さっきの試合とかでもいいとかって、うん、なんか取ってましたね。そうなんかだったんで。ちょっと待ってそのちょっとあ、はい、ちょっと落ち着いたらさ、はい、ちょっと落ち着いたらさ、はい、それまでやってもらいます。ちょっともうそこら辺はちょっと込み込みで難しいですね。大変ですよね。上の業界の話。ヨナさんもう少し頑張ってくれ。うん、難しい。まあそんなこんなでね。そんなこんなで。はい。いろいろありますけれども。はい。ですから来年まあいろんな。タイトルの予定があって、はいはいはい、まあ、いろいろなこう皆さんもね、いろんなタイトルされると思うんですけれども、これだけは絶対に外せないなっていうようなタイトルございますかね。テストクロス、そうです。あんだけ宣伝してすごい面白そうじゃないですか。あんだけいっぱいあって、あんだけ宣伝してって何ですか。結構宣伝されてるんだね。なんか、まあ、ストフォー、僕がストフォーされてるかもしれないですけど、ね、すごい印象が強いので、ね、はははまあ、面白そうです。まあまあそうだよ、ね。でもさっきのキャリバーも僕これも聞こえてるんですよ、ね。はいはい。あ、ちょっと今回。サクセスモードは楽しいですよ。すごい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 。これだこれも楽しいね。サクセスモード系は楽しいです。ジャスティスジャケン。ありましたね。ジャスティスジャケン。面白いですよね。面白いですよね。あ、でも聞こえてないんですよ。なんかあったじゃないですか、ジャスティス学園のよろしくお願いします。恋人作ったのに気がついたらあれみたいな、はいはい、ありましたよね。これ結構聞こえないって、キャリバーのも本当面白いし、ちょっとだけやる、まあ、いいと思うんだよね。キャリバーに比べてキャリバー面白いですよね。タグがなさすぎてちょっとコンボ繋がんないよ、ね、サウンドとかが迫力あって、うん、気持ちいいですよね。結構なんかやっぱいろいろとしっかりしないなじゃないけど、なんか武器とかもなんか結構なんていうのかな、こう無知みたいにこうやってるとか、こういろんな武器が出てきて、なんか傘があって、傘の中に傘が入ってるみたいな。ああ、ちょっと俺もねそこまで分かってないんだけど、そうね、あの、まあ、新しいゲームってことでね、結構楽しみにしてるんですよね。今までやってないんですか。今までやってないんですか。キャリバー3をゲーセンでちょろっとやった。ああ、ビジュアルメモリーさせる。おお、差し込み口があって、昔やりましたね。まあそうかもしれないですね。マブカップとかでなんか、隠し機は出さないからゲーセンでこう出して持って帰って、そんな時代ですよね。あの、その時代も今ね、今結構楽しめるように配信やと、ダウンロード販売とかされてるとか、いろいろデジタルな楽しみ方もあるんですけど、なるほど。そんな、いろんな格ゲーを打てるという2012年、ね、ちょっとやっぱ新しいゲームはやっぱ面白いね。なんか良いと思うじゃないですか。いいじゃないですか。やっぱそういうところでこう、なんか、なんつうんですかね、こう発売して、こう攻略が進んでっていう、その、なんかやっぱ展開がすごい面白いんでね、格闘ゲームは。そういうのちょっと追っていきたいなっていうのは。まさに本当にいいところ。もう一番最初の波にみんなが一戦をするのを見るっていう、結構貴重なタイミング。そうですね、そうです。僕らも、ね、そうですね、ソウルキャリバー5のタイムスティックやらせてもらったりとか、いろいろあるんです。あ、キャリバースティックってのがあるんですね。はい、全く新規のやつで。マイゲームありますかね。そうですね、実はソウルキャリバーさんのタイトルは初代以外は全部やらせてもらってて、その度に、あ、そのタイミングの一番新しい方か、もしくは環境設計からまた新しいやつを出してたりするので、ちょっと慣れるまでは、あの、マナムさんのタイトルを、僕らとしても、新しい出さないっていう、結構強い気持ちがあったので、今回も、いろんなの出したっていう感じですね。なるほど。まあ、隠し要素とか、まだ全然こう、公に言えないような機能とかも実は中に入ってたので、それはまあ、1年くらいだったら解禁しようかなと。いいっすね、なんかこう機能がやっぱあるとなんかちょっと遊びが増えるんで、いいっすね。今、まあ、いろんなそのニュースサイトさんとかにも掲載してもらってますけど、以外の機能も全然ありますので、あ、なるほど。それも楽しみにしていただければというところと、どんな機能ですか。今も公にしてる機能が、ってくれるんですか。ダメ元で聞いたんだけど、言えないっていう。言っていいやつは、表面の右上にスタッ
タートボタンがあるんですけど、はい、そこにクマがかかってて、はいはい、まあ、要は、まあ、ちょっと幼少年時間って幼いような人がかかってて、ちょっとくぼみなんで、それを使いたいときに蓋を開けて見せるというボタンで、でこれただのスタートボタンではなくて、最後側に切り替えスイッチっていうのがあってですね、そこを切り替えると、ここに置いてあるスタートボタンがセレクトボタンになってしまうというところで、まあ、普通であればこう枠格子なんですけど、はい、ね、コパンボタンとそこに届けば、はい、なんと、なんと、なんと、ストップ押しを、ストップ押しをなってしまうと。俺今まさにそのこと聞こうと思ってて、あまり公に言えないんで、そんな感じだったんですけど、ね。なるほど。はい、あとはプレス3版専用なんですけれども、今回のフルキャリバー海野さんだと、対戦してる相手以外が同じ部屋で入って、感染をすることができるらしいんですね。で、その時に、アブシャット以外にテキストチャットが使えるらしいので、はいはいはい、スティック自体の表面に USB のヘッドセットと USB のキーボードをつなげる端子をつけるんですけど、はいはいはい、ね、まだ出ないところにキーボードをつなげる、行かなくても、まあ、USB って言って、ね、便利ですね、それは。まあ、これ以外にもまだ全然言えないのが、いっぱいあったりとかするんですけど、それは正直ですね、解禁していいかどうかが分からないので、もしかすると、皆さんの方が先に気がついて、こんなんじゃねえのみたいな話が出るかもしれないですけど、それは、あ、そうですね、みたいな感じで、さらっと流すかもしれないので、結構あったりとか。なるほど。なので、まあ、今、ミスティック持ってる方は、もしかしたらコレクションとして一つあっても面白いかもしれない、ね、はい、そうですね。自分はスティックがちょっとまあ、ボロくなってきてるじゃないですけど、やっぱ消耗品、ちょっと接触が悪くなってきたりとか、レバーがちょっと入んないかったりとかしてきたから、ちょっとね、新しいゲームを買ってこう新規っていうのでね、スティックを買ってもいいじゃないですか。そうですね。あ、もあるだ。今回の、まあ、そのソルキャリバーさんのスティックもどちらかとそのプレステ3とXbox さんのマルバンで出すんですけど、昔の丸っぽい形の旧リアルアーケードプロを使われてた方にとってもそのまま使えるような、まあ、配列が実際の当時の配列にかなり近い形ではあるので、はいはい、まあ、今まで通りに使えたりとかするので、非常にこう書いてもですね、すぐに書いてもやるようになってますので、ぜひそういった長く使われてる方、まあ、北澤さんみたいなですね、初期プレイヤーの方にはぜひ触れていただきたい。あ、なるほど。自分はラップの方をすごい触ってて、あ、じゃあぜひです、ね、あ、なんかお値段の方は、お値段ですね、今回は、プレス3版も360版もお値段同じで税込み14,800円。背景的な感じでこのレイが、まあ、いわゆるリアルアーケードプロシリーズの待機でずっとやっていこうかなっていう設定なので、なるほど、まあ、いろんな機能を付け加えたところもあるんですけど、おそらくなんですが、今のソウルキャリバーさんのスティックに入れてる機能っていうのは一般用の機能とかもちょっとあるんで、いろんな機能欲しい方は正直このソウルキャリバースティックは集中してるんですよ。なるほど。集中したらいいな、間違いするのを集中したらいいな、方も買うかなという話をしてて、非常にですね、いろんなところが注目されているというところですね。なるほど。ぜひ興味を持った方はですね、ちょっと見ていただいたかなと思います。もう実際予約とかも全然始まってますので、次同じ人から、ぜひ見ていただければと思います。お年玉で。お年玉で。お年玉で予約すると、サイブにきっちり届きますので、ぜひ、頑張っていただきたい。早めにね、早めにチェックした方が、このいいパターンの方が、結構、例えばゲーム買っても、スティックが売り切れてみたいな、ちょっとね、ちょっと寂しいパターンあるじゃん。今練習してもらってなっちゃうんで、スティックってのは練習してもらってもいいかなとかね、いろいろあるけどね。僕自身もやっぱりいろんなゲームを買ったときに、まあ、正直ですね、360本体買ったときは、売り切れて、はいはいはい、どうしようと思ったときに、これ、他社さんのあれが入りますよ言われて、はいはい、まあ、じゃあいいやとか言っちゃったりとかしてたりするので、そこはまあ、本当にご縁かなっていうところもあるので、まあそうですね、まあ、それはもうタイミング運命とかっていうのはあると思うんですけど。じゃあ僕らも
ね、皆さんそういうふうに思ってくださってると思うんで、辛い目に焦られるっていうことで、いろいろ頑張ってますんで、そちら、動く選手権大会の時は、大会の時は冒険してもらったんですけど、あれで、なんか、柄が出た、ティックが出るらしいって話があって、そんなのありっすかみたいな。なるほど。そうですね。そう、5000以上お買い上げてるのにクリスターの方はすごい無料って。うちの商品ですかこれ。よく知ってますね。うちの商品ですかね。いや、送料無料別に前からではなくて、あのシステム入れ替えた時にちょっと金額が変わってるんで、そう、なんかうちの商品でしょこれ。なるほどね。あんな感じでやってきますね。まあ、あの本当にスティック以外でもいろんなものを作っていくってありますし、まあ、いろんな変わりも、まあ、またそういったフォーマーまたお前らみたいなのを2012年はさらにこういろいろ攻めていったり、格闘ゲームファンの方も格闘ゲームのファンでない方もですね、いろいろ増えてですね、いろんなゲームにしていただけたり。なるほど。ちょっとそのゲームの要はあーよくとなりますね。読んでたよ。楽だったらまずさせていただきますので、はい、表もないと思います。よろしくお願いいたします。あ、そうか、知らないのもあるんだよ。何パーセントオフ。カオ TV 見ましたね。何パーセントオフですか。これ面白いですね。これ面白いですね。顔 TV 出ました。出ました。そういうのもなんかね、年明けでやってみたいなっていうのも。確かにこれいいですね。なんか、まあ、本当にあの、まあ、僕も表出る以前から顔 TV にいろいろ例の王様君やってもらってた時は、あの大会とか放送があった後の実際のご注文いただいてるユーザーさんの方が非常に多くなってたのも事実だったので、そういったのも本当に楽ない、まあ、見せ方的なものもびっくりした。やると面白いのかね。まあ、海外とかで結構やってらっしゃるじゃないですか。あ、やりたかったな。マジで。そう、他社さん見ましたって言って、うちがディスカウントしてますよね。無理か。面白いですね、これ。それは面白いですね。聞いたことないですけどね、あんまり。他社さんの商品買ったら安くなりますっていうのは、実はあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。買い替えてくださいねみたいな。そうですね。言ったら、いや、ありがとう。メンカルくれないのに。言ってくれた方が、なんか、なんか、ついてて。で、あの、他社さんのやつはうちで買ってますみたいなのもあったり、ね、結構面白いな、確かに。ただ、僕らも、いろいろ頑張って、最近ね、ちょっと、高い高い言われてもらったりとか、あとが頑張って、めちゃくちゃ作りたいと思ってる。なるほど。ラグイとかできるめっちゃラグイ。あの、来年のやつ。着地点を探す感じですよね。わかりやすい。あまり安く続けると、やっぱり、そういうことになっちゃう。そうですよね。できる限り、はい、いいものを選ばないといけないし、あとはその家でプレイする方も多くなっておりますし、セッターとかも多くですね、もっと向き合う。1個買っちゃえば、当てながら買っちゃおう。10年ぐらい経ちますんで。10年は使ってないよ。結局、相当持ちますよね。まあ、持つと思う。全部、なんか使い方とかあるんじゃない。わかんないけど。だって1年でやっぱ、もう立てっていう人もいるよ。ボタンとかあるよ。ああ、なんかちゃんと、でもまあ俺がそこまでこだわってないだけかもしれないけど。ありますか。うん。ああ、なんか結構しっかり面接する人いるじゃん。ちょっとむずいよね。そうか。なるほど。まず今結構やっていただいてるんですけど。あ、そうですね。結構な性格なんで、結構あの妖怪結構見てたりするんで、ね、いろいろこう分けいただけたら、いろいろ多分ですか。A さんはあれです、あのすごいね、イベントとかにも。そうですね。あれ完全にプライベートで言ってますからね。こっそりじゃないですけど、それでこう例えばね、こういう機能が欲しいとか言ったらすごい聞いてくれたりとか、見たほうがいい、なんかこうユーザーの気持ちをね、こう分かってくれてるというかね。僕自身もやっぱ欲しいものは何かして作りたいしますよね。それ嘘です。面白そうですね。すごいスティックいろいろ考えるのとか。だから前にあのジャックボン3つっ
ってやつをなんとかして商品化したかったんですけど、ジャックパン3つ、あの前にケスケさんからプレイされててパチ埋まったんですよ、こういうでずっとやってて、それ見ててバン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 やられてて、じゃあ1個だけでももう2、3個ぐらい動くのがいいんじゃないかなって頭の人も。なるほど、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 なんかいろいろありそうですけどね、そこら辺のなんかアイデアとか。セオンとかあるけど、そうですね。セオンとか。ああ。あれ、さんまさんが、まあ、その中の一人でも家でやってるのかけたら、うるさいよ。うるさいよ。うるさいよ。この辺もね、来年はもしかするとそういったキーワードが更新してくるかもしれない。なるほど。期待させてもらいますね。頑張っていきたいと。はい。よろしくお願いします。すごい堀の話しましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。堀TV を、今後ともよろしくお願いします。でもね、本当完全にプライベートすんじゃねえかな。いやいやいや、よくわかんないことだけど。今までするとは、おすすめしてもらいたい。まあ、そんなつもりなんですけどね。あ、仕事ゲーマーですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。楽しかった。飯をごちそうさまでした。なるほど。これなんかどうやってね、藤川インターかどっかですごいなんか山積みしてて、なんか試食とかもさせてもらって、美味しいですよって言われて、もう2泊3日ぐらいでずっともう出荷をやったんですよ。え、ごめんなさい、何の食べ物ですか？食べ物で、もう出荷ずっとやってて、もうあっという間なんか疲れてて、わかんないことを考えてて、でただなんか一旦記念を作ろうと思って、はいはいはい、お土産コーナーを探してたら、あれがなんかザーって流れてた、ちょっと見えましたって言って、夜7時ぐらい、3時ぐらい、疲れてね、とりあえず言われてたらすごい美味しくて、じゃあこれでやるかなって、全然こう、パスのお店にとりあえず入れていったんで、はいはい、まあ、やっぱり出してたくないって、ものすごい困難が臭くて、なんだと思ったけど、何も食いまいって、ちょっと呆然としながら買ったってことですか？本当に朦朧としてて、あ、まだあるんですか？今日はごめんなさい、ないんですけど、あ、本当ですか？今日はね、これで今日はですね、これなんで京都行った時に、あ、なるほど、俺も今キープしてるから、これ食べないで、12月の山の、あれですね、山登りして、佐藤さんに暴行された時の、あ、そうなんですか？俺は言うと、近畿地区限定アケコンとか欲しい方いらっしゃいますか？地区限定とか、地区限定、それ面白いね。なんか色がさ、京都だったら茶色とかなのかなとか。八つ橋的な。あとはなんだ、なんか新宿限定とか、渋谷限定とか。限定がいらない。いらないばっかり。あ、ダメなんだやっぱり。そこは見た目はあんま興味ない。見た目興味ない。そうか。性能なんですかね、やっぱ。性能ですか。サコスティックとかダメなんですか？サコスティック欲しいです。サコスティックって欲しいです。てかさっきさ、サコさんの名前出たんですけど、サコさんと絡みはあるんですか？なんとも言えないですけど、あ、そうなんですか？なんか違うんですか？なるほど。いろいろあって。かなり半分。ちょっと選ぶ。食べるのいいんじゃないか。試しに。いや、食べた方がいい。ケーキ盛り。乗り込んだら、まあ、15円パイです。あれ途中であのコンセプト引っ込めて15円パイしてるんで、俺ちょっと負けてるんですけど、なんか、どのキャラ使っても近づけないし、なんか家庭用で対戦したんですか、サコさんと。そうですね、家庭用でやらせてもらって、で、何ですか、朝とかまともに入んないですよ。15回やったって、結構すごいですね。そうです。結構長いよね、15試合はね。15試合長い。30分やってますね。ね、30分以上やってるからね。ここはされました。本当に、日本決まれたのが1回だけで、ラウンド的にやめました。ラウンド的に早い。混合されて、なんか
しかもなんかどのキャラ使っても公開されてて、そんなキャラクターを変えてくださって、はいはい、だから何がメインなのか全然わからないから、普段動画で見てるあのキャラかなと思うと一切使ってくれなくて、今試してるんだよとか言いながら平然と、普通であれば5ヒット6ヒットぐらいで、まあ、セットぐらいのキャラで18ヒットもかけてえみたいな、なんか手離してるようが触ってようが中の意味でなんかトレーニングダメみたいな気分で、あどういうことになった、コンボにはうるさそうですね、うるさいですね、はい、その時いろいろやってもらった時に違うこの辺なんか反応違うよな、なんかそのテレビの側面とかって言われて、あ、え、そうなんですか言われて、そこに言ってる割に18年のことが言ってられると、僕は何か違うのか何か分からないけど、怖い、佐藤さん、うちらはそこまで対戦したことないんですよね、だからちょっと一回もない、あ、結構、佐藤さん自身もやっぱなかなか取れないのかな、はいはい、いろんな方が対戦したいとはおっしゃる、あー、来年も結構いろんなところで来られるんじゃないのかな、なるほど、個人的にもすごいファンなんで楽しみです、佐藤さん活躍してほしいですね、ぜひ、あ、今回何使ってるんだよ、今そこは決めてるとこじゃない、本当に全然わからない、でもみんな迷うよね、多分この状況ね、まあそうですよね、キャラ選べる人はね、はい、あ、どのキャラ選ぶ、そうだね、あ、いや、行くというよりとりあえず遊んでる感じですね、毎回ハカンをメインにしようっていう心意気はあるんですね、とりあえず、で、まあとりあえずスパフォー AE ちょっと折れてるんですけど、まあ、2012年は分かんないですよ、はい、っていう心意気はありますね、はい、心意気あるとやっぱりいろんなキャラ触っても楽しいですよね、まあそうですね、もっといけるんだよな、はい、ちょっとそう、残機じゃない、ハカンでちょっと遊んでみたいなと思って、レフレさんはどうですか、僕も、まあ、アベコ買ってますけど、まあ、でも結構またゲンとかで買ったりして、面白いキャラがいいな、今回も結構いろんな方がいろんなキャラを買っていらっしゃったら楽しかったですね、佐古さんキャミーでいいと思うんですけどね、キャミーだって、ね、あ、トップクラスじゃない、普通にそうだよね、まあ、ユンヤンがヒュンヒュンやっててあんまし、ね、イメージなかっただけで全然強いからね、うん、だから39キャラいてどれでも使えるかなと思うけど、どれがいいですか、すごい方だな、しかもそのあのキャラ変えれる大会だったらかぶせれるじゃないですか、そういう土壌だったらあの人はやっぱ強いかもしれないですよね、どうなんですかね、あの39キャラ全部を使って、はい、全キャラが真っ黒になるまでひたすら対39対39でやり続けるとか、はいはいはい、いや、いいんじゃないですか、プレイヤーは準備して全キャラを使って全キャラを、お互いに全キャラを駒を潰してるまでひたすらやり続ける、全然ありだと思いますけど、まあ1試合2分だとしても70試合ぐらいあるからだいぶ長いです、2時間以上はあり得るかもしれないですね、まあ、でもそういう企画もなくはないんじゃないですかね、なんか将棋とかでもあるんですか、ね、はいはいはい、なんかあの例えばその1日13キャラ限定にして翌日のキャラは翌日1発目のキャラはなんかこう封筒に入れておいて翌日1発目がいきなりバッと出てさらに13に行ってつなげて相手があの途中でこうギブするまでひたすらお互いの星を潰し合う、はい、ちょっと長丁場ですけど面白いかな、まあ、そういうのも全然ありだと思いますよ、遊び方としてはいろんなキャラみたいな、そうですね、確かに、うん、そんなもんね、なるほどね、あんまりでもやっぱり皆さん一つのキャラに思い入れがなかなか作がなくて、うん、そうですね、そうですね、確かに、うん、なるほど、結構皆さん封じてって言葉将棋勢ですよ、俺も将棋勢ですよ、将棋超好きなんだよ本当に、うん、
ソフォーで正直で多いですよ。本当に、あ、秋元でしょ、秋元とか、うん、まあ、もううちの牛田だけかもしれないですけど、岸健さんとか、はいはいはい、ちょうどいいです。あ、狙ってやったのすごいな。じゃあ今度勝負するんですわ。すいません、あ、これは全く分かんないんで。本当にこれ穴熊だけやったな。穴熊で、あ、唯一だから穴熊。あ、勝負したみたいね、ぜひ将棋配信、ね、将棋配信全然いいよ、俺は将棋配信、ね、顔手入り将棋配信、ね、あ、見てる将棋勢の方がいたらね、もうぜひちょっとあ、ね、門を叩きに来てくれるね、はい、あ、どこだ、じゃあすみません、長々と話してしまったんで、いいよ、じゃあ、あ、終わりました、ありがとうございます、またまだまだ、バロンまだ続くんですよね、まだ、まあ、多分続くと思います、これなんか、日が昇るまで続く系ですか、もしかして、その可能性もなくはないです。まあ人は日が上がるのさっき遅いんで、指示とかになっちゃってるね、それは。ああ、まあちょっと危ないですけど。まあ本当になんかすごいゲストファンいっぱいいらっしゃるんで、まあまあまあ、じゃあとりあえずちょっと、ね、岩梨にちょっとスポットやってようか。よろしくお願いいたします。いいっす、いいっす。じゃあまた、どうも、A さんでした。ありがとうございました。A さんでいいかも。最後まで、いや本名公開されてるんですけど、最後まで A さんだったっていうね。本名、本名嫌ですよね。本名、本名嫌です。本名嫌です。さあということでね、どうなの、洋梨ジュニは。最高ですね。随所に最高。随所に、あ、え、こいつ人間かっていうプレイしますね。これ人間かって。洋梨さんに突っ込まれてる。いやでも中足で。あのバイトンのダストとかを置いといて潰したりとか、あと対空の使い分けもそうだったし、もうなんかもう飯、対空の使い分けって何があったの？しゃがみ中盤だったり、しゃがみ強盤の上に蹴るやつとか、はいはいはい、とあと空対空、ジャンプ中パンチ、なんだっけコンボパーツ、ジャンプ中パンチ、ぐるぐる、大金魚パンチ、立ち台パンチ、EX グルグル、なるほどね、いちいち火力がもう全部高いから、あ、やっぱ樹里使いの人は参考になるんじゃないですかね、まあそうだよね、なかなかないからね、樹里使いの動画がね、いや素晴らしいな、素晴らしいね、素晴らしい、岩田結構まだ緊張してて、あ、そうなの、あんまりなんか乾燥してたよ普通に、なんか家庭用やったら、あ、そう、ランクマッチとか全然やんないの、家庭用も全くほとんどやんない、トレモとかはしないの、やります、トレモはやります、あ、そうなんだ、あ、まあ、ランクマやってもなんかセスとかで遊ぶぐらい、あ、それはいい、いい心がけですね、セスに反応してるあ、まあ、そうやって自分の話を始めようとしてるでしょ、いや違います、セスはどうか、ヨガナさんの話から外して、ヨガナさん、そこは外さないです、まあ、外さないですよね、あ、今んとこ本当に見てて、それ惚れします、ね。なんかこのシーン良かったみたいなないの？今日はダストっすよね。そう、ダスト中足ね。いや、でも本当すごかったんですよ。あ、そうなの、凄まじかった。見てないからなぁ。もう見てないからなぁ。それを伝えてくれよ、だから、そう、どうすごかったとかさ。いや、この大きい中足ピッてやって、え、いないんだけど、みたいな、ダストしてんのに。気づいたら目の前からいないんだけど、みたいな。残像だみたいな感じですね。東京が分かんない。何言ってないよ。説明が悪い可能性ある今。中足キャンセル当てみたいな。いやもう消えちゃうんだよ。下手すぎないですけど。中足キャンセル当てには EX ダストに対して。だったら逃げる。ダストキャンセル。あと飛び道具を飛び道具2つ使ったコンボとかやってて。画面端あるよね、なんかそうですね、うん、とっさにそうね、中足、玉打ち、もう一回中足、玉打ち、中足、この玉打ちが近かった場合は中足、ぐるぐるで追撃するんですよ、ちゃんと、あ、で近かった時のみ当たるんですよね、そうなんです、端じゃなくて、いや、端じゃなくて中央で、この辺に当てて、なるほどね、いや、違うな素晴らしいな、さすがモンスターハウスの、ね、新宿でね、あのモンスターハウス、切磋琢磨してる、生き残ってる樹里ですね、生き残ってる恐ろしいね、日差しがやっぱ多いですね、いやもうこのとっさの動きとか、これっすわ、
これもんですわ。これもんですよ。これもんって何だろうって。いや、さすがに。いや、今の見ました。最後。最後まだあるね。安定でしょ。もう夢じゃねえ。もう今の勝ったなって顔。ドラ顔見たもうイメージができてるんですよね。もう勝ったでしょ、あれ。イメージが。あれ、洋梨かなってどんなんだっけ。ピンク色の。それ予算じゃない。予算じゃない。予算もピンク色だけど。予算あのカーンのピンクなの。違う。ドーナツさんはもっと結構アレコスみたいな。そうアレコスみたいなピンクかな。あ。うん、あ、美味しい。釣り？釣り？いや素晴らしい。お、今見たいセービング。セービング空振った。シックエセン。え？危ね。なんかもうみんながうまいと思ったとこ見つけて、いや俺が見つけたんだみたいな早もん勝ちだからね。早もん勝ちだからね。スカシゲダンでしたね。ああそう、そこ行った、飛び込んで、あそう、あっつってスカシゲダン。別にそれはすごくないけど、別にそれはすごくない。スカシゲダン中足玉セビキャンウルコンとかで死ぬからね。死にますね。ね、怖いよね。そうですね。恐ろしいな、恐ろしいな、このジリ鳥肌もんな。どうしたの、カズオクさん。いやいや、体勢こんな感じですよね。そうですね、みんな褒めちぎってる感じですよね。さあ、そんなことで、お便り来てるじゃないですか。あ、ちょっとね、お便りの方ね、ドーナツさんへのお便りとか見たいですよ。一番目がおかしい。鉄ですよ。ちょっと見てこうかな。終わりましたわ。なんか保険かけてる人がなんか保険を保険はいらないよ。保険はいらないですよ、ヨナさん。あ、この久米さんどうなんですか。なんか、終わってますよ。どうしようかな。ここのクソメガネに対するコメントとかもね、結構濃厚でね、いいんですけどね。まず弱なさんだね。さすがに、ちょっとクソメガネのことはいいっすよ、今。クソメガネ言い過ぎ。触んじゃねえよ、メガネが映るだろ。メガネさん知らんでしょ。ヨナシさんの接戦は必見ですよ、本当に。え、そうなんですか。相当うまいですよ。いや、ラベインですよ。ちょっと始まりましたね、ちょっと。ちょっと始まりましたね。あー、うまい。カズノコさん、どんぐらいですか。何ですか。え、ヨナシさん。この強いヨナシさんと。そうです、この強いヨナシさん。まあ、7-3かなー。7-3で、7-3で。もしくは、うまくか、うまい具合にちょっと。運良かってる感じですかね。運いいですね。運いいですね。キャラさん、キャラさん、キャラさん。ちょっと渋い、渋い、ちょっとコメントいいですか。ちょっと1個読ませてもらっていいですかね。あれどこ行った。やめて、やめて、背筋すらないで、背筋すらないで。まだ何家庭用で使ってんですよ、だって。いや、いいでしょ、それはいいでしょ。あ、そうそうそう、ヨナさんは家庭用で使ってるからね。ないでしょ、なんて。ちょっと、変な話していいですか。何でしょう。蚊の皆さん、こんばんは。先日、内定が決まり、新宿勤務となるんですが、先んじて、大勢パンピー勢としてデビューするために、大勢ベガ立ちしに来ました。はい、田舎のゲーセンしか経験しない自分には、何セットもあるゲーセンの待ち順ルールがわかりません。ここで待ってる人と牽制になり微妙な空気にならないためのコツを教えていただけると。ああ、わかありますね。ということなんですけどね。体勢をやめましょう。体勢だけどさ、体勢の空気はちょっとね。やっぱりこの人やるのかな、やらないのかなみたいな。まあ、俺の場合はね、俺の場合はわかんないからね。いや、俺の場合はわざと財布を一番先に取り出して。確かに。次俺も超やるそれ。俺が行くよ。財布出してて。なんか周りが財布を出すのかなんか、ね、周りに財布出してない人がいたら財布出してやるアピールして。確かに。それか、そうやね。同じ人いないんですか。同じ人、新宿でやってたり、ペガ出しで同じ人。いや、あ、財布を出すってこと。え、違ういつもの味したってこと。いつものペガ出しで。いや、顔覚えてないから。それは覚えてないから。プレイヤーですら、プレイヤーネームで覚えちゃうから。ああ、まあ、とりあえずそのなんかね、うまい、こう順番とかはね、そこまでね、やっぱ譲り合いの精神でね、あれやるだけなのでね、そこまで一番最初にね、試合終わった瞬間にキョロキョロするのもいいですよね。ああ、こう終わる前から財布出して、もうそれか財布出してこうウォーミングアップするみたいな。
そうか。もう手をこんな。そう、手をこんな。そんな基地がいないってね。